日本の農家さんもみんなですね、非常に頑張って一粒のイチゴに本当にこの命をかけてっていうんですか、自分のこの人生をつぎ込んで本当に美味しいイチゴを作ろうってことで努力してます。研究して研究してその一粒っていうところに本当に生涯かけてる。柑橘の木も一本一本それぞれ個性があります。日本にこんな果物があるんだって今まで食べてたことがない味わいを感じていただけると思います。いちご生産者の吉村総一です。いちごを栽培して10年になります。朝だいたい6時ぐらいから収穫の作業に入りまして、そこからはですね、まあ、ハウスの管理、ハウスの開け閉めですね、1回目の換気ではなくて、まあ、何回かに分けて1日の中でも、まあ、多い時で5回ぐらい換気を行っています。これは何のためにっていうと、まずはなるべく均一の温度に持っていきたいというのが一つと、もう一つはしっかりと外気温のその、まあ、CO2 を入れてあげて光合成できる状態に持っていくってところで、あとはハウス内が湿度がありすぎるとカビが出てしまったりするんで、そういったものを抜いていくっていうところも非常に重要かなと思いますね。まあ、日本のこの農産物を作る農家さんの技術っていうのがすごく高いんじゃないかなと僕の中では感じています。まあ、イチゴっていうのはまず苗からですね、苗を定植してそこから60日間ぐらいで収穫まで行くんですけど、苗を定植するまでがまず非常に重要なんです。夏場の時期イチゴからすると非常に暑くて生育するの大変なんですよね。暑い時期に充実した苗を作って定植をしていくってとこが、まあ、一つのポイントになります。あともう一つのポイントとしては圃場ですね。しっかりと栄養が吸えるようにいろんな堆肥を入れたりとか、まあ、カルシウム類って低カルって言うんですけど、そういったものを入れてしっかりと苗が育てるような環境を作ってあげて、そこに定植することによって60日ぐらいで収穫が始まるっていう一つの、まあ、工程になりますね。すごく細かくやるのは日本だけなのかなと思いますね。ハサミを一回切るごとに消毒したりとか、あとは圃場に入るのにも長靴だったり手袋とか一回一回消毒をして環境を整えながら作業しています。農業っていうのはやっぱり環境とともに作物を育てるところなんで、環境をしっかり考えながら栽培していくって非常に重要だと思います。でその中でもここ最近ね、非常にこう重油代が上がってたりするんで、まあ、そういったものを使わずにハウス内の温度を一定に保つっていうところで、まあ、ウォーターカーテンで水を使って、まあ、暖房を取るってやり方で環境問題に、まあ、優しい栽培をしています。出荷に関しては収穫してきたイチゴをスタッフさんと一緒に梱包してで出荷するって形になりますね。海外用ですと空輸に耐えられなければならない、その緩衝材っていうのはすごく気を使って国内よりはちょっと厚めに二重で入れたりをしています。どのイチゴ農家さんもなんですけど、毎日毎日ですね、一粒のイチゴにですどのぐらいこう管理をしていったら甘くなるのかとか、まあ、どういったことをしたら一粒でも多く取れるのかって研究をしながら、そして勉強しながらですね、非常に頑張っているところで、そういったイチゴを食べていただきたいってもありますし、日本に来てですね、本当の味を食べてみてくださいっていうのが一つ言いたいですね。ぜひ日本にお越しくださいってところですね。柑橘農家をしている増田と言います。柑橘農家を始めて約15年になります。日本の柑橘が優れているところはみずみずしくて美味しいところです。色の良さ、見た目の美しさ、そういったところが日本の柑橘の特徴だと思います。日本の柑橘農家さんは食べていただくお客様のために、その柑橘の持っているポテンシャルを最大限に引き立つために
日々丁寧な作業と惜しみない労力を注いでいます。収穫するときには果実の根元から少し離れたところで一度摘みます。そして残った摘み残しを丁寧にもう一度根元から取ります。そうすることによって果実と果実が触れ合った時にも傷がいかないようになります。日本の柑橘の栽培されている園地は海岸に面していて段々畑になって日差しをたくさん受けます。海からのミネラルが供給されることによって柑橘に対して大変良い環境になっています。ただ風があることによって果実が傷つくっていう側面もありますので、防風林、防風ネットを張ったりとかして対策しています。果実が折れないように紐で枝を吊ったりとか、そういった周辺の環境も整えることも重要になってきます。品質管理で重要なのは湿度と温度のコントロールです。追熟というのは収穫してしばらく倉庫で保管しておくことなんですけど、柑橘は収穫してからも呼吸をしております。温度が高くなるほど呼吸量が多くなってしなびの原因の一つになります。そのためできるだけ低温の状態で保管するのが重要になってきます。袋をかける理由は鳥とかに食べられないことが一つの理由になります。そして越冬するので雪とか霜とかの被害からの軽減をするためにかけます。機械化ができませんので一つ一つ人の手でかけていきます。私の園地では約10万個の袋かけをするんですが、1ヶ月ほどの作業日数がかかります。大変は大変なんですけども、最終的にやはりお客さんに美味しいものを食べてもらいたいっていう思いがありますので、皆さん一生懸命取り組んでいらっしゃいます。海外輸出の考え始めたのは品質の高い日本の柑橘を世界中の人に食べてもらいたいと思ったことがきっかけです。出荷に関しては倉庫に保管してある状態からまず選別って大きさや見た目、そういったもので分けていきます。海外に届けるには日数がたくさんかかります。長期間にわたって重さに優れないような梱包資材を開発するなど工夫をしています。日本の柑橘農家さんはとても高品質な食べて美味しいみずみずしい柑橘を作る技術をたくさん持っています。丁寧な作業をする、コツコツ一つ一つの作業をこなしていく、そういった人間性、国民性があるからこそできる栽培方法だと思います。今まで食べてたことがない味わいを感じていただけると思います。基本的にその世界の消費者の方から、まあ、日本人って真面目だよね、細かいよねって言われる部分なのかなと思います。でも真面目じゃなくてこれが当たり前って感じですね。日本の高い品質の柑橘を外国の人に食べていただきたいと思って取り組みを始めました。より美味しいもの、より香りがいいものを世界中の人に食べてもらいたいですね。